リエかなえがお送りするハ「するハーミットタイムにようこそ」では皆さんから寄せられたお悩みに対する自分なりの答えを導き出すサポートをさせていただきつつ「リエの話も聞いてくれよ」というギブアンドテイク番組となっております。お楽しみください 皆さんこんにちは「ハミントタイム」にようこそにようこそリエです <laughs> えー、先日あのあれありましたね <laughs> あれ、えー、スーパーブルームーンとかいうやつ、えー、8月31日だったのかな日本時間だと確か午前10時半前後ぐらいだったような気がするんだけどえー、っと今年一番でかい満月 スーパームーパムンでなおかつ今月2回目の満月、えー、ブルームーンということでですね、えー、ごつい満月があったんですね、うん、ちなみに言うと多分金星逆行も水星逆行も、えー、やってたんじゃないかなと思うのでちょっとね上の方がねざわついている感じなんですけどえとはいえですねあの私あまりその満月とか新月とかに そんななに影響を受けないタイプだから満月が来たから頭痛いなとかだりいなとかあんまねない方なんですけど今回かなり影響がでかかった <laughs> メスらしくでちょっと喋りたいんだけど。 どどうでもいいい話だけでしゃべりたいんだけけりたんまずですね、食事中の方はすいませんなんですけど、えー、私の乙女習慣とだだかぶりしまして、多分ね、満月とかぶったこと今までないんじゃないかなと思ったんだけど、えー、おそらくそれが原因でちょっととんでもない、ちょっととんでもない感じだったんだけど、ま,あ、まずその満月当日までの、えー、ダウナーというか不安感と ととかかがちょっっすごかった、ね、久しぶりに「えこんな落ちます?」みたいな「<laughs> 仕事しろや」ってもう一人の私が言うんだけど「え全然無理」え「え全然無理」っ <laughs> てなってたんだけどで当日31日の夜はねえ朝の8時まで眠れなくてですねちょっとつらかったら最近はでも言うても私もあのー 夜型とはいえ、だいぶ早めに床に着くっこ当社費になりまして、もうたいもう夜の11時ぐらいになるとちょっと暇だなと思うようになってきてね。だから寝る支度して、まあ、早ければ12時以来にはちょっとベッドの上ってなんか本読んでたりする、してたんですけど、まあその日はまあちょっと遅くてうん、まあ多分2時ぐらいにベッド入って、で本読んで、 なんか本読んでたら盛り上がっちゃって4時ぐらいになっちゃっていい加減寝るかっつって横になったらもう4時間ぶっ通し眠れなくてですねちょっと <laughs> 地獄の4時間味わったんですけどなんでね9月1日はですね大変寝不足でで目が覚めましていつも起きる時間に結局起きちゃったからさなんか11時とか起きちゃっていや大して寝てねえじゃんと思いながらでは、まあ、なんとかその日9月1日を過ごし 疲れたぜつって寝たんですけど、まあ、前日がね、えー、大変その睡眠の質が悪かったせいかえ逆に大変よく眠れまして9月1日ただしまあ乙女乙女習慣なんですよね私あの乙女習慣のねあの今日はヘビーだぜっていう日の夜はね必ず夜1回ぐらい起きるんですよねトイレ行ってねなんかそのこう ししてねはっ <laughs> 察知してねトイレ行くんだけどそれもしないくらいもう爆睡ぶっこいてしまい、えー、朝朝まあ昼なんだけどさみんなの昼なんだけど <laughs> まあ11時ぐらいにスカッと起きておっなんかよく寝れたぜふーと思いながら一発も起きなかったなと思いながらさ朝トイレ行ったらさあーあーって <laughs> 感じになっててみんなまで言わんけどああってちょっとなってたんだよ。 やったなこれ久しぶりにと思ってでとりあえず下全部脱ぐじゃん <laughs> 洗わなきゃいけないと下全部脱ぐじゃんいやちょっと待ってと下がこうならばちょっとシーツはどうだったのって,って、ね、バッてベッドの方に行ったんだよどうなんだセーフかセーフかあセーフアウトかアウトかってねなりましてね久しぶりにねあれやると結構へこむんだけどさ通常 ピル飲み出してだいぶ減ったけど、でもその時はなんかね、あの、すごいスッキリしたんだよね。なんか、満月が、になる前までにあった不安とかさ、もやもやみたいなのがさ、なんか血と一緒に全部出たみたいな実感があってさ、すげえさっぱりしたぜ、みたいな。<laughs> だいたいいつもなんか、洗い物を <laughs> してる時さ、ドゥーンってなりがちなんだけど、なんならよくやったぞって思いながら洗ってたもんね。<laughs> まあなんでね朝からいろいろしてちょっとまあ大変じゃ大変だったんですけど、まあ、スカッとしましたねはい <laughs> 何の話何の話って感じだけどいやで「ブルームーン」って言われるといつもね思い出すことがあってあの SATC ねセックスザシティ見てない方これはちょっと女子のバイブルなんでぜひ見てほしいですけどいまだになんか今続編やってんのがちょっと有料で全然見らんないからちょっとええと思ってんだけど SATC じゃないあるんですよブルームーンの話がね まあ女子4人組の中であのミランダっていうね、弁護士やってる赤毛のバリキャリーウーマンがいるんだけど、まあスティーブっていうバーテンド付きやってさ、で、スティーブがなんかこう、もうミランダの家に入り浸りになっちゃって、で、そのあんま片付けとかしないタイプのメンズだったから、<laughs> なんか服とか寝室に散らばり放題で、もうミランダもなんかイライラしてたわけ。いや、子供か、みたいな。 でそれで一回喧嘩しちゃったんだよねで、スティーブはもう,もうええわっつって、自分の荷物まとめて家出ちゃったんだけどさ、で喧嘩して、どっちもどっちの家にも行かないみたいなのが続いていたときに、ああっつって、なんか落ち込んでさ、夜中眠れねえなと思いながら、ああってゴロゴロしてたら、なんかスティーブから電話来て、窓辺に行ってごらんっつって、<laughs> そんな言い方、スティーブはしねえんだけどさ。<laughs> で窓辺行ってちょっと空見てごらんってね電話くれるんでスティーブがミランダにでミランダが何々っつってで空見たら満月があるわけでスティーブが電話でブルー今日はブルームーンなんだよっつってとてもレアなんだよって言ってねでなんかミランダが感動してキャうちに会いでとか言うんだけどさそのブルームーンのね字幕がね青い月になってだよだからレアのくだりぶりむししてるんだよね なんか役,者役者の人がブ「ブルーム」を知らなかったからなのか、まあ、当時あんまり別に先生術とかその月の動向とかあんまり注目されていなかったからなのかちょっと分かんないんだけどちょっと「苗ぽよ」ポイントなんだよね「いやいや月に2度目の満月であんまりそういうことないから」でしかも綺麗な満月だしレアだからミランダに見せてあげよう感がね全く伝わってこないんだよな「ブルーム」んだよっていうあの役からはね。 あれががちょっと私毎回見て歯がゆいなと思う <laughs> だから見てんだけど分かる人いるかな <laughs> まあでもだいぶ昔の字幕だと思うからな字幕って直したりすんのかな今は変わってたりすんのかちょっと分かんないけど、えー、そういう不満が、えー、大好きな SATC にもありますという <laughs> よく分からない <laughs> 報告だけどあじゃあ前半の曲いこうかなと思います えー、ここ数日ですねエゴラッピンのかっこよさを再確認してましたえぐいなと思ってねっえげつなすぎるかっこよすぎてもはやえぐい息みたいななんでねちょっとエゴラッピンからね1曲かけたいと思います、えー、エゴラッピンンンンでネオンサインストンプかっこいいさかっこよすぎもういろいろかけたいなんだけどさ ということで本日のお悩みいこうと思いますちょっと別のに別のお悩みを予定していたのがちょっと緊急性があるやつが来ちゃったんで <laughs>、えー、読みたいと思いますえー、ハーミットネーム「リスベットさんありがとうございます」えー「誰にも言えないいい悩みを聞いてください最近生きる意味を感じない安堵気力を失っています」「幸いにも仕事中はその悩みから解放されるので楽ですが」 日常に戻るとその波に押しつぶされそうになります。そのうち死ぬのに毎日食べて資源を消費して地球環境を汚してまで生きる意味があるのかと若干ヘビな悩みではありますがリーさんの H を集結して何かしらのお言葉をいただければと思います。ということでね、ええ、英知 H を集結しろと言われて <laughs> ちょっとプレッシャーかけられてるけども <laughs> はい生ける意味問題ねまああるよね。 まあ人間なら人生で1回や2回や5回や10回いや100回ぐらいはまあ悩むことじゃないかなと思うんだけどまあ仕事ができてるんであればね全然まだ打つからは遠い状態なのではと思うからまあセーフセーフ <laughs> セーフだってって思いながら <laughs> 読んでるんですけど生きる意味ね えー、まあスピリチュアルな内容もちょっと交えて今回は話そうかなと思いますけど、えー、究極先に言っちゃうと生きる意味は人に与えられるものではないと思っています個人的にはーだから私の生きる意味って何ですか教えてくださいって思いながら生きてても誰も教えてくれないので、えー、もしそれを期待しているんであれば考え方を変えた方がいいかなって、えー、正直思うんですけど。 私が最近ね、あの、まあ、スピチャンネルの本復活して、そっちではたくさん喋ってるんですけど、えー、エメラルドタブレットというね、本がありまして。もう皆さんね、あのー、そのスピチャンネルを聞いてくださっている方は、もう耳たこで、やめてっていう <laughs> 言いたいかもしれないんだけど、とうとうがね、書いたとされる本でして、もうそこからどういうことやねんと思う方もね、おられるかと思いますが、私は面白いんで、その説を採用してるんだけども、 エメ、えー、タブ曰くですねエメ <laughs> タブとか言っちゃってるけど人間の存在意義というか存在している意味は、えー、ネガティブをポジティブに変換すること闇を光に変換すること混沌を秩序に変換すること、まあ、全部イコールなんだけどです。でそのやり方はあのそれをできていれば何でもいいっていう風にトうさんは言ってる。 ですよね、だから闇を光に変換しているということをやってさえいれば何やっててもいい手段は何でもいいってことをね言ってるんですようんでじゃあ闇を光に変えるとかさポジティブで逆がネガティブをポジティブに変えるって何っていうのはまあちょっと想像力が必要な部分だし、まあ、人によってカバーできる範囲も多分それ,それぞれ違うと思うんですよね例えばあのもうスターとか呼ばれるような人たちがいるじゃん歌手の人とかさ ね、ああいう人たちは幅広い領域をカバーしながらそういうことを多分やってるんだと思うんですよ。みんなそういうスターの歌とか聞いてさ元気出たりさ浄化されたりするわけじゃん明日頑張っぞみたいなさダウナーだったとしても歌聞くと元気出るみたいなそういうことがそのポージー逆だってだからネガをポージーに変えるってことなんですよね。 で別にそのスターみたいな人たちと同じように同じ量のことができなくてもいいんですよスターの人たちだってカバーできない部分絶対あるからでその闇を光に変えるミッションは人間全員に課せられているものだからね例えば子供がへこんでいる時におかんがうまい飯を作ってあげるって っていうのも、ネガをポジに変換することに値するだろうし、生徒が迷子になってがんへこみしている、将来がもう見えなくてわからないっていう時に導いてあげる先生みたいなのも、ネガをポジに変えることだと思うし、だからいろいろあるやり方はね。で、それは自分で見つけて好きなようにやれっていうことを、東さんは言ってるんですよ。自分にできること できる範囲で自分が得意なこととかやってて楽しいなみたいなことを使いながらネガティブをポジティブに変換するってことを意識してみるといいと思います。まあなんか何気ない会話とかでもさ、そうなんだよ。この前なんかね、お盆帰省した時にさ、おばと私とお関東でなんか話をしてたんだけど、なんかあの、なんだっけな、私ニュースもテレビ見ないからよくわかんないんだけどさ、 なんか野菜がなんかね、カエルが入ってた事件があったじゃん。で、そのカエルいるじゃんみたいな。カエルが来ちゃった側の人が、そのネットかなんかにいきなりさらして、ねその野菜だかなんだかの業者を責めたかったのか、周りも一瞬責めたのか知らないけど、結局的にはい,やいきなりさらさなくてもいいじゃんみたいな話になったとかさ。なんかそういう話はね、おかんとおばが言っててさ。 私あの、カエル、<laughs> カエルの YouTube、<laughs> え、カエル系 YouTuber の人のチャンネル登録しててさ、あ、なんかその話聞いたな、つって、そういえばあの人が言ってた、と思って、で、その二人の会話の途中で私も言った、言ったのは、その、カエルの YouTuber の人が、そのカエルがうちに来てくれればみんな幸せになったのにって言ってたよって言ったらなんかこう、みんなで笑って、その会話終わるわけ なななんんんかそんな感じなんだよ何気ない会話でもそのポジティブにシフトさせるみたいなこともあの立派なネガをポジに変える作業だと思ってこれあの私の心の友マイウェッチがとても上手ってねもうずっとやってんだよすげえなと思うんだけどだから何気ない会話でそういうこともできるしなんかやり方はね色々あるし大小規模もたくさんあるしどれがだから 大きいから偉い、小さいからダメだとかもうないから、ただやってればいいんだみたいな。で、トトさんは言うんだけどさ。なんで、まあ、リスベットさんの、もう私が思う課題としては、あえて課題って言うけど、自分ができるネガを文字に変換する作業とは何だろうなっていうのをちょっと考えることかな。で、それを生きる意味にすればいいじゃん、別に。生きる意味って自分で考えて決めていく。 いいもんっていうか自分で決めるべきものだと多分私は思う。でまあそこ時間かけてもいいから見つけることがいいんじゃないかなって思います。でここそのうちしいのに毎日食べて資源を消費して地球環境を汚してまで生きる意味があるのかみたいな意地分あるんだけどさ地球環境まあ食わなきゃいけないのはしょうがないじゃん食うじゃん。 人間全体のことを言ってるのか自分のこと言ってるのかちょっとようが分かんないんだけどこれもやれる範囲でやればいいじゃんと思うから環境洗剤使うとかちゃんとリサイクルに出せるものはリサイクルするように分別を頑張るようにするとか何かさそういう風な意識をしてもいいんじゃないかなとなんか詰め替え系のものを使ってなるべくゴミを減らせるように自分なりに意識してみるとかなるべくゴミを減らすように自分なりに考えてみるとかさなんかやれることいくらでもあるじゃん。 自分一人がやっても何も変わんねえって思うことこそ無意味だと思うから、自分やれることをやると、あんまりそういう、まあもちろんね、人間って本当にバカだなみたいな憤りの仕方は私もよくやるから気持ちはわかるんですけど、まあ自分だけでもやれる範囲にやるってことをやってるとだいぶ気持ちも変わるかなと思い、 あと「エメラルドタブレットね」ねスピに興味があれば是非読んでほしいですちょっと難解な本なんであれですけどあれはねあの下脱のための本なんですよ実は人間やめたい人間やめたいっていうかう地球を卒業したい人のための本なんでうアセンションして地球から脱したいという人のための本なので、えー、お読みになると良いのではないかなと思いますはいえー、それではね もう一つ、リスベットさんには聴いていただきたい曲がありましてえ、ザ・ピーズの「死にたいやつは死ね」という曲なんですが、ちょっと待てい <laughs> ちょっと待てい、えー、タイトル通りでは、ね、ないんですよ。ザ・ピーズっていうのはとてもマイナーなグループであるんだけど、パンクロック系のグループだんだけどさ。 この「死にたいやつは死ね」というやつがね名曲すぎて私すごい好きなんだけどもう多分ね10分ぐらいある曲なんだけどさ <laughs> まあ歌詞の中でも「死にたいやつは死ね」を連呼はしているもののあれは結局いや生きろやみたいな歌なんですよなんでね是非フルで聴いてほしいです皆さん聴いてほしいんですが特にねリズレットさんあのこれフルで聴くの宿題にしますから「ようつべ」でて公式で上がってんじゃねえかねせ、ね、めて歌詞だけでもね 見てください私が好きな歌詞の部分がねえ「暮らしを変えるより夢を変えたいわ」っていうねとこがすごい好きですね。これを分かる人と私は友達になりたい <laughs> なんでね、えー、いいですか皆さん、まあ、これをねもう念をして言わなきゃいけない世の中感になってる感じもちょっと悲しいんですが「えー、死ね」という意味でこの曲を流すんではないんですよ「生きろ」という意味で流すんですよぜひ。うん是非 フルだ聞いてみてください。ててみくさそれでは、ザ・ピーズで死にたいやつは死ね。もう私はピーズの中でもこの曲がもうなんかクラシックといいますか、まあ、定番中の定番だと慌てあます。あわたれは、ーズじゃないからね。ピーズだから。<laughs> えー、そんなわけで、えー、ハーミットタイムにようこそでは、引き続き皆様からのお悩み、お便り、募集いたしてあります。えー、YouTube の民はこちらの動画のコメント欄まで、 Spotify、えー、の民は、えー、こちらのエピソードを一番下までスクロールしてもらった Q&A コメント欄まで、えー、ハーミットネームお悩みもしくは話題にしてほしいことそしてリクエスト曲この3つをぜひお寄せください、えー、お悩みだけでもリクエスト曲だけとかでも大丈夫ですただねあのハーミットネーム入れといてもらえるとラジオ用の投稿だと私にも分かりやすいのでぜひよろしくお願いしますそろそろお悩みのストックも 少なくなってまいりましたので皆さん、だしだし遠慮なくお寄せください。えー、それではハーミングタイムにようこそ、ボリューム43。いかがだったでしょうか最後まで、ね、お聴きいただき、今回も本当にありがとうございます。それでは次のエピソードで、ぜひまたお会いしましょう。バイバーイ。